こんにちは、あやです。今日はいつも私の動画を見てくださっている皆さんやいつも応援してくださっている皆さんにご報告があります。この度、私事ではありますが、かねてからお付き合いをさせていただいていた方と入籍をいたしました。付き合って4年半になる2020年の6月19日に婚姻届を提出してきました。今はこうやって YouTube ができて、エールという事務所に所属させていただけているのは、本当にいつも動画を見てくださっている皆さんのおかげなので、今回この報告動画を撮らせていただきました。本当にいつもありがとうございます。先日入籍をしたんですが、前からずっと一緒に彼とは住んでいたので、あんまりまだ実感はないんですけど、これから妻としてこう旦那さんをしっかりと支えていけるように頑張っていきたいなと思っています。明るく笑顔いっぱいで、こう思いやりとか愛があふれる家庭を築いていきたいなと思っています。 YouTube や Instagram のコメントやダイレクトメッセージなどで、よくこう彼氏さんとはどうやって出会ったんですかとか、なんか恋愛話が聞きたいですっていうコメントをすごくたくさんいただいていたので、今回は少しだけお話しさせていただこうと思います。私と彼は大学で出会いました。大学の3回生の時にこう共通の友達を通して出会いました。でそこから冬に、3回生の冬にお付き合いを始めました。彼とは社会人になってから遠距離になってしまって、まあ、そういう期間もあったんですけど、またこっちに帰ってくることになって、2018年の10月から同棲を始めました。でその1ヶ月後ぐらいに今飼っている愛犬のフィルを迎え入れました。付き合い始めた時はまだ学生だったので、こうあんまり重く捉えてなくて、っていうのもこう結婚、この人と結婚するから付き合うとか、そういう風には捉えてなく、ただこう好きだなとか、こうドキドキするなっていう感じでお付き合いを始めたんですけど、こう一緒に過ごす時間が長くなるにつれて、こう波長がすごく合うなとか、一緒にいたら本当に楽しいだけじゃなくって、こう安心できるなっていうのがあって、こう体調崩した時とかも彼が一緒にいたらちょっとこう楽になったりとかっていう安心感とかもありました。なんかこう自分のことをすごい大切に思っていてくれているのがすごく伝わったし、自分もこの人を大切にしたいなっていう風に思ったので、この度結婚に至りました。はい、簡単にはこんな感じなんですけど、今この熊のあやチャンネル、チャンネル登録が4500人なんですけど、5000人突破記念としてこう質問コーナーをしますっていうのを前からお伝えさせていただいてるんですが、その時に普通の質問コーナーとこう恋愛の質問コーナーを分けてやってほしいっていうリクエストもいただいていたので、その恋愛の質問コーナーの時にまたいろんなことをお話しできたらいいなと思います。なのでまたその際は質問や、まあ、相談とかでももしあれば、あの募集させていただいた欄に書いていただけたらなと思います。はい、長くなってしまったんですが、 YouTube に関してはこれからも今までと何も変わりなく続けていきたいなと思っています。なのでこれからもぜひ熊のあやチャンネルをよろしくお願いいたします。本当に皆さんいつもありがとうございます。もう本当に YouTube は自分にとって楽しいし、生きがいの一つですし、これからももっと大きなチャンネルにしていきたいなっていう夢があるので、応援していただけると嬉しいです。頑張っていきます。はい、今回はご報告でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。